福岡県で昨日新たに新型コロナウイルスに感染していることが確認されたのは1人でした。福岡県によりますと、新たに感染が確認されたのは北九州市1人で、新規感染者が1人だったのは今月7日以来15日ぶりです。21日時点の病床使用率が 1.0%、 重症病床使用率が 1.9% とどちらも低い水準を保っています。県の担当者は、感染は落ち着いてきているが、感染対策は続けてほしいと話しています。佐賀県では5日続けて新たな感染は確認されませんでした。